戻したりもしてません。あっと危ない。1ヶ月で一度入ったのを見たぐらい。あ、一度見ました。サラサラのですかね。サラサラ、パラパラのやつですか。はい。それ大事だね。サラサラだったら多分求愛動画ですね。23g。はい。ちょっとこれにしてね。ガラスの。ちょっとでも4割ぐらい入ってますから、 20% ぐらいね。はい、それからここの筋肉はしっかりついてますね。まあ23だったら多い方ですよね。そうですね、先月その前22だから、はい、お腹も柔らかいと。はい、はい、じゃあちょっとこれつけさせてもらいますね。いいよ、一滴切っといた方がいいのかな。伸びてちゃ伸びてる。どうしましょう。どう引っかかります？今度多分1月後ですよね。1月後ではちょっと伸びますかね。じゃあ切っときましょうかね。はい、すごい伸びるのが早いんですよ、この子は。ね、早いですね。はい、ごめんね。クイックストップをさ出してもらっていい？お皿にさ、お皿にあげる。そうそう、まあ、指を一本一本持つことが大事なんだよね。そう、これがちょっと向きが悪い。はい、終わりました。はい、じゃあ爪はね、まあ切れる範囲で切らさせてもらいました。はい、ごめんね。はい、じゃあこんな感じで、まあ変わりがなかったらまあ1ヶ月ぐらいということでね、お願いします。まあね、これからさ、春の方がついて具合が悪くなりますんでね。まあ、まだ春じゃないけど、あの温度差がね、だんだん昼間暖かくなってきてるじゃないですか、ちょっとずつ。そうですね、今も羽がよく一日何本か抜けて、あ、抜けてます、うん、そうそう、はあの温度差の激しい時と、トイレの時、羽がたくさん抜けて、ぼーつくつくがいっぱい出てる時は体調崩せれば、すごいカロリー使うから、そういう時もね、羽が生え変わる時もね。まあ、今まで通り観察、ちらっと見せてもらっていいですか。家で測ると何グラムでした、今日とか昨日とか。今日は朝一番の。あ、朝一番。うん、朝一番と 21.5 なんだ。で、そっか、その今、40% ぐらい入った。この間もっと入ってたんだね。それと思うと。でも、そんで23だったら、そうですね、ウンチやったら60は軽く超えてきますもんね。そうですね。高いんだこの子のいるとこね。朝1から26度あるって相当あったかいんですね。はい、ヒーター入れて、はい、わかりました。まあ夜もだからあったかいとこにいるわけですね。そうです、はい、わ、はい、かりました。実はまあそう心配ないけど、まあでもそういうことで温度差が激しいと収縮しやすいですね。はい、ありがとうございます。
はい、いらっしゃいませ。はい、お願いします。